新王国は古代エジプト史における時代区分エジプト第18王朝の王イアフメス1世が第15王朝を滅ぼしてエジプトを再統一してからの時代が新王国に分類されている古代エジプト文明が最も栄えた時代でありこの時代に建てられた無数の記念建造物文化遺産は現在に至ってもエジプトに数多く残されているアビュドス王名表 歴代王の公式の一覧。第二中間期に下エジプトを中心に支配を広げていたヒクソスをテーベの政権が世間ンエンラー、カーメス、そしてイアフメス一世の三代にわたる戦いの末に駆逐し、エジプトを再統一した。第十七王朝と第十八王朝は連続した政権であるが、エジプト統一という点を重視し、イアフメス一世以後は、 第十八王朝とされる。イアフメス一世とその後継者たちは上下、エジプトのみならず近隣のシリア、ヌビア地方へ大幅に領土を拡大し、エジプトはオリエント世界最大の国家の一つとして君臨するに至った。トトメス三世に代表される歴代王たちの征服活動は目覚ましく、広大な征服地とともに膨大な戦利品がエジプトへ流れ込み、エジプトは 空前の繁栄の時代を迎えた。歴代の王たちは遠征の後に国家神であるアメンに戦勝を射するため、テイベにあるアメン神殿に多数の寄進を行うのが慣例となっていた。やがてアメン神殿はエジプトにおいて比類ない有力勢力となり、アメン神官団の動向は時として多いすら左右するようになった。 第18王朝半ば頃になるとこうした神殿勢力の強大化に懸念を抱いた王ートールは人事面における介入や他の神殿とのバランスを取る政策を中心としてアメン神官団の勢力を削ぎ落としにかかった。こうして比較的アメン神官団を闘魚することが可能となったアメンヘテプ三世の時代には圧倒的な王権を背景に数多くの巨大建築が残された。 アメンヘテプ3世に続く、アメンホテプ4世はさらに進んで、アメン信仰を廃止、アテン神を唯一信仰するという、新たな宗教改革に乗り出した。王はアテン信仰を盛り上げるべく、王名をアクエンアテンと変更し、首都を新たにアケトアテンへと移した。新しく筆記語として、当時の交語が採用された。そしてアマルナ美術と呼ばれる。 新たな美術様式が生み出され、アテン神の図像表現も定まった。しかしアテン信仰は、王とその側近以外にはほとんど広まらず、悪縁アテンの死後再びアメン信仰が国家祭儀の中心となった。悪縁アテンの後は、王位継承が混乱し、軍人出身の王が続いた後、第十八王朝最後の王、ホルエムヘーブから後継者に指名された最小ラムセス一世が、 即位して、第19王朝が始まった。第19王朝においても新王国の繁栄は、受け継がれ、セティ一世、そしてラムセス二世はその威信を示す、巨大建造物を多数残している。特にラムセス二世は古代エジプト最大の王とも言われ、60年を超える彼の知性はエジプトが最も繁栄した時代と解される。 その後起こった第二十王朝の王ラムセス三世の知性を最後に、新王国の王権は、急速に衰退し始め、逆に勢力を伸ばした、テーベのアメン神殿が事実上の国家を樹立して上、エジプトに支配を広げ、エジプトの統一は再び失われた。ゲイエジプトでは、スメンデスという名の男が、新たに権力を握って、ラムセス十一世と並び立ち、やがて新たに、 第21王朝を開くことになる。新王国時代には相次ぐ対外遠征によってもたらされた膨大な戦利品がエジプトの社会に大きな影響を与えた。すでに中王国時代のヌビアへの遠征によってエジプトに大量の金がもたらされるなどしてはいたが、新王国時代になると相次ぐ軍事的成功によって戦利品の質、 両共に中央国時代とは格段の差が生じた。この戦利品は、王からの寄進という形をとって神殿へと流れ込み、エジプト各地の神殿勢力、とりわけ、ケイベのアメン神殿はその勢力を飛躍的に拡大した。また戦争中に捕らえられた外国人は、捕虜奴隷としてエジプトに連れて来られ、神殿などへ寄進されたほか、各種の労働に携わった。 各地の神殿は、それぞれ広大な工作地を支配する土地所有者であった。第二十王朝のラムセス4世時代に残された記録によれば、この時代に、神殿量はエジプトの全工作地の3分の1、人口の5分の1を占めていた。さらに諸神殿の間でも著しい偏在が存在し、アメン神殿を含むテ米ベ神殿群が占める財産の、 割合は全神殿の四分の三に達し、次に規模の大きいラー神殿を含むヘリオポリス神殿群にさえ大きく水をあけていた。ハリスパピルスに記された財産目録によれば、テーベ神殿群は八万六千四百八十六人の奴隷、四十二万千三百六十二頭の牛、八十六万四千百六十八点二五アロウラの土地、八十三隻の船舶、 エジプトの都市56、シリアクュの都市9などを所有していた。第2位のヘディオポリス神殿群では、奴隷12,364人、牛45,544頭、土地16万84.75アロウラ、3隻の船舶を所有しているに過ぎない。ただし、都市に限れば103の都市を所有していた。第3位のメンフィス神殿群では、 ヘリオポリス神殿軍のほぼ4分の1に過ぎず、その他の地方神殿軍はすべて後継しても、ヘリオポリス神殿軍の半分以下である。この記録は、アメン神殿が特に勢力を増した第20王朝時代に記録されたものであるため、アメン神殿の制御に力を注いだ、第18、19王朝時代にはもう少し規模が小さかった可能性もあるが、記録が完全でないので比較が難しい。 これに対し、王室量も存在した。王室量は、王の船付き状量、王の農場、王のカート量、王の民量、王の国庫量、王肥料、そして晴れ無量など構成された。資料的制約のため新電量、王室量の時期ごとの変遷や経営の実態を明らかにすることは困難である。これらの領土はさらに直営量や小作営量などに分類されている。また、 自由地についてはよくわかっていないが、小作営業を工作する小作農民の間で小作地として割り当てられた農地の小作県を世襲することで事実上土地を所有した自由農民が存在したことが知られる。多くの古代文明と同じくエジプトには古くから奴隷が存在した。主な奴隷供給源は戦争捕虜と奴隷貿易による購入及び 奴隷から生まれた子供であった。中央国時代から第二中間期に至る時代まで、東地中海にはかなり整備された、奴隷貿易網が存在していたと考えられる。中央国時代のブルックリンパピルスと呼ばれる文書に、記された奴隷リストによれば、奴隷を構成するのは主に、シリアパレスチナ地方のアジア人奴隷とエジプト人、奴隷であった。中でもアジア人奴隷が過半数を占める。 また、エジプト人奴隷は主に犯罪によってその地位に落とされたと考えられ、債務奴隷は皆務である。このリストに載せられた奴隷のうち女性の占める割合が高いことから、戦争捕虜による奴隷はほとんど含まれていないと考えられている。他の資料から、ヌビア人奴隷や黒人奴隷の存在も知られているが、例外的な部類に属し余り数は多くない。 新王国時代に入るとその帝国的拡張の影響を受けてにわかに捕虜奴隷が増加した。新王国時代最も領土を拡張したトトメス3世の17回に及ぶ遠征では記録の残るものだけで総計8231人以上、現代の学者による推計では15000人余りの捕虜、奴隷を得ている。続くアメンヘテプ2世は、 治勢2年に行った遠征で、シェメシュエドム、オロンテス、イカチなどの戦闘で、貴族550人以上、その妻子240人以上、カナン人640人、王子232人、王女323人、首長の女歌手270人を捕虜とし、治勢9年の遠征では、ハビル、ベドウィンなど、合計10万1128人を捕獲したと記録に残っている。 記録を残していない王も多いが、大半の遠征で捕虜が獲得されたであろうことは、想像に難くない。こうして露獲された捕虜は主に、国有奴隷として、国有地に集団で移住させられるか、政府官お及び勲功ある家臣に対する恩賞として与えられ、また神殿に対する寄進として、各地の神殿、特に、テーベの和面神殿に送られた。また、 新王国時代後半になると特筆すべき変化が起きた。第二中間期以前にはほぼ見られなかった債務奴隷が登場するのである。新王国以前のエジプト奴隷制において債務奴隷が存在しないというのは大きな特徴であり、その主たる原因が商業の未発達によるものであるという見解は広く支持されている。したがってその債務奴隷が出現したということは、 新王国時代後半における商業資本の発達を意味すると考えられる。事実債務奴隷が登場する時代に初めてエジプト語に商人を意味する単語も登場するのである。もっとも新王国時代の奴隷の増加があっても人口、生産活動に占める奴隷の割合は低く、一部の特殊技能者を除けばエジプトにおける奴隷労働の役割は 補助的なものに過ぎなかったと考えられている。その業務内容も、いわゆる自由民と差があるものではなく、ほとんど全ての不益が奴隷労働の対象となり得た。奴隷の地位、労働の過酷さは、職業や所有者の個性によって千差万別であり、自由民の男性と結婚して解放された女奴隷や所有者から事実上の家族として扱われ、養子縁組を行って、 自由民となり、財産の相続を受けた例さえ知られる一方、国有奴隷や、神殿所有の奴隷の中で、農業労働に携わった人々の生活は、過酷であったらしく、しばしば逃亡者を出している。当時農夫とは、奴隷、非奴隷を問わず農業労働に従事する職業の人を、指す故障であったが、罪人を農夫とするというような脅し文句がしばしば、使われるほど過酷な労役であった。 第二中間期のヒクソスの支配を経て、シリアパレスチナ地方との関係が深まり、また、ヌビア地方へも遠征が行われて、広大な異国の地を支配に置くに至った、新王国では、これらの維持のために、これまでにない規模の遠征が繰り返された。このために常備軍の存在が要求され、ついに軍人が一つの社会層を形成するようになった。古くより初期が、 社会の指導層にあったエジプトでは、初期になることは、小人から大人への道であると言われ、初期を養成するための学校ではいかに初期が他の職業に勝った存在であるかが、生徒に叩き込まれた。しかし、新王国時代の相次ぐ軍事遠征は、軍人から大人として上流階級に上る人々を出現させた。特に遠征に参加すれば、戦利品の分配にずかる機会もあり、 また、勲行を立てて王に認められることもあった。このため厳しい勉学に始まる初期よりも手っ取り早く、成功できる、可能性のあった軍に進んで参加するものもあった。だが、こうした軍人の社会進出はそもそも指導層を形成していた初期たちには不快感を与えたようである。というのも、エジプトでは、伝統的に軍人の社会的地位が低かったためである。 当時軍人の生活は、初期の生活よりも恵まれているという意見を述べた人に、対し、いかに軍人の生活が辛く惨めで危険に満ちているかを述べて、考えを撤回するように悟す文書が発見されており、軍人の比重が高まることに対する嫌悪が強かった、痕跡が見られる。結局こうした初期側の意見の方が優勢となっていき、 新王国時代も後半になるにつれ軍人別紙の風潮は再び強まり進んで軍人となるエジプト人の数も減少していった。これには当時のオリエントの中でも外国への移住、移動を好まなかったエジプト人一般の傾向が影響したのかもしれない。このため新王国時代後半の軍隊では従来補助兵力でしかなかった外国人傭兵が 主力の座を占めるようになった。この外国人傭兵は、報酬と引き換えに傭兵となる場合もあれば、もともと捕虜として捕獲された人々であった場合もあるが、エジプト国内に土地を与えられて、家族と共に定住した。シリアやヌビアなど、周辺諸地域を支配下に置いていたエジプトにとって、別視されているにもかかわらず軍人は必要不可欠な存在であり、 軍人出身の有力者は排出され続けていた。このため王の側近にも外国人傭兵出身者が占める割合が増えていき、その勢力は無視できないものとなっていった。やがて第三中間期、あるいは末期王朝時代になると、こうした外国人傭兵であったリビュア人の子孫が王朝を開くことになるのである。新王国は古代エジプトが最大の勢力範囲。 経済力を持った時代であったため、多様な文化が花開いた。以下、大まかに外観する。詳細は、王家の谷を参照。古代エジプトの王たちは、来世への復活を万全のものとし自らの権威を示すために巨大な王母を造営していた。新王国時代、第十八王朝の王と留めす一世の頃に、テーベニッシュ川のカレダニーに、初めて王母が造営されて、以降、 歴代の王トールがこの地で、次々に王母を造営した。これが、王家の谷である。第二中間期、第十七王朝時代の王母が、メルボ、小ピラミッド墓であったのに対し、第十八王朝に入ると、王母の形式は変化した。総裁殿と王母が分離し、谷を掘って作る、岩屈墓になったのである。トトメス一世の時代に、 王家の谷に墓を造営した初期の責任者であった交換稲荷の墓に残された石碑には以下のようにある。私は陛下の墓を掘る作業を指揮した。自分一人で見られることもなく、聞かれることもなく。この碑文は王家の谷についての研究で頻繁に引用され、従来王家の谷の応募建設が秘密裏に実行されたことを示していると解釈されてきた。 しかし20世紀半ば過ぎには、ニムスなどの研究者によって、これは秘密裏に実行したことを示すのではなく、監督権限が稲にのみにあったことを示すもので、あるという解釈が提出され、指示を得ている。ハトシェプスト女王僧祭伝。古代エジプトを代表する建造物の一つ。新王国時代の大規模建築は数多く、現存している。 以下に、歴代の王が行った、建築活動のうち代表的なものを列挙する。トゥトアンクアメンの黄門のマスク。アメンヘテプ四世王妃。ネフェルティティの胸像。写実性の高いこの作品は、アマルナ美術の代表作である。アメンヘテプ四世王像。緩んだ体の表現が目立つ。ルーブル美術館修造。アメンヘテプ四世によるアテン信仰の追求は、 古い芸術様式の否定と新しい美の基準を生み出した。これには王自身の意向が強く働いていたと思われ、当時の宮廷彫刻家べくは宮廷彫刻家とは見た通りに表現するものであると王から命ぜられたという。こうして生み出されたアマルナ美術の特徴はリアリズムにある。特に王像の表現における変化は顕著で。 それまでの理想的な姿を描いた王像と異なり、悪縁アテンの王像は細長い手足、垂れた胸、突き出た腹を持つ修悪な外見をしている。やがてこの王の体系が新しい基準となり、他の人物像もこれによく似た体型で表現されるようになった。心臓表現も変化した。アテン神は従来一般的であった人型の神、あるいは十面人心の表現をされず、 太陽を示す円盤から多数の手が差し伸べられるという新しい図像で表現された。これはすべての人に手を差し伸べるというアテンガミの性質を表すために生み出された表現である。こうした丸な美術は類型化、理想化の傾向が強かったエジプト美術に新しい息吹を吹き込み、その後の美術に少なからぬ影響を残した。新王国時代のエジプトを特徴づけるのが、 シリア地方の支配である。第18王朝最初の王、イアフメス一世が、ヒクソスの支配権を引き継ぐという大義名分のもとに、この地域に進出して、以来、新王国時代を通じて、シリア地方の情勢は、エジプト王の主要な関心事であった。当時シリア地方には無数の小王国が分立していた。代表的なものを挙げればハラブ、ウガリとアララハ、アムル、エブラ。 カトナ、カデシュ、グブラ、ダマスカス、ウルサレムなどである。エジプトのシリア支配は、基本的にはこれらの小王国に対しそう主権を認めさせ、一定額の効能を及び軍役を負わせることで支配を確立するものであった。この点については、同じようにシリアの支配を目指したヒッタイトやミタンニも基本的に変わらない。エジプト、ヒッタイト、ミタンニの各国は、 シリアの支配権をめぐって激しく対立した。エジプトのシリア支配に転機が訪れたのはトトメス3世による遠征の時である。トトメス3世は17回に及ぶ遠征の際、征服した各地の王国から長子をエジプトに連れ帰り、テーベでエジプト式の教育を受けさせることとした。さらに、シリア地方に監督官を置いて、現地の小王国を管理させたが、 あとに以下の三つの州に分けられた。カナン州、ウピ州から見つかった外交書館やヒッタイとの記念碑文、ウガリトに残されていた外交書館などがあるが、特にアマルナ文書によって精密に外交関係が復元できる時代をアマルナ時代と呼ぶ。様々な事件、戦争が記録されているが、以下にこの時代のシリア地方の動乱のうちいくつかを列挙する。こうした記録は、 前挙に暇がないが、これだけを見ても当時のシリアをめぐる混乱した情勢を見て取ることができる。ただしこれらの事件の正確な時期は必ずしも明らかではなく、時系列順に並べることができない事件も多数ある。エジプトのシリア支配は前進と後退を繰り返したが、やがてヒッタイトとの間に平和条約が結ばれると、やや安定した。しかし、全十二世紀末頃の 海の民の移動に伴ってシリア地方が再び混乱すると実質的な支配権は交代した。そして新王国時代末期にはついにエジプトのシリア支配は終焉を迎えることになる。アブシンベルオーミワドのヌビアにラムセス2世が建設した。エジプト最大級のラムセス2世の巨像が壁面を飾る。ナイルガー上流のヌビアは すでに新王国時代以前からたびたびエジプトの組織的な支配が行われていた。このため、ヌビア地方に対する支配は、シリアのそれに対するよりはるかに安定的かつ強力であった。すなわち多数の現地王国に対する総主権の行使という形を取ったシリアと異なり、ヌビアはエジプト政府の直轄支配地とされた。トトメス三世による征服の後、彼は、 ヌビアをナイル川第二球団を境に、下ヌビアに分割し、それぞれに副総督が置いた。そしてその上に全ヌビアを統括する総督が置かれた。このヌビア総督は、大抵、エジプト王と私的な関係のある人物が着任したが、時に世襲する例も見られた。ヌビアの行政機構は、エジプト本国の縮小版とも言うべきもので、大きく民政部、軍事部に分けられ、その下に、 官僚機構が作られていた。中央国時代のセンウセルト三世などが建設した要塞が修復、改修されるとともに、新規の要塞が多数作られ、ヌビア貴族の長子は、シリア諸国の場合と同じようにテーベで教育を受けさせられることになっていた。こうして、万全の支配体制が敷かれたヌビアでは、シリアと異なり多数の巨大建造物が建てられた。 その最も代表的なものはアブシンベルオーミワデンでこうした建築活動が可能であったことはヌビア支配が非常に安定していたことを示すこの強力な支配の下、ヌビアではエジプト文化が急速に普及していくことになるヌビアからは毎年3 0 0ラムといわれる金がエジプトに収められエジプトにはゴミのように金があるとまで言われるようになったこの金は エジプト政府の主要な財源の一つとして大きく役立った。紀元前3世紀のエジプトの歴史カマネトの記録ではディオスポリスマグナと呼ばれている。これはゼウスの大都市の意であり、この都市がネウトアメンと呼ばれたことに対応したものである。この都市は古くはヌエと呼ばれ、旧約聖書ではのと呼ばれている。ヌエとは大都市の意である。新王国時代にはワス。 バセとウェセとも呼ばれた。ダイハリス・パピルスこの文書は、ラムセス4世の時代に、全王ラムセス3世と変わらない寄進を行うことを保証するため、ラムセス3時代の寄進を記録した寄進リストである。比率は書籍によって若干異なる。この数値は、参考文献、世界の歴史一人類の起源と古代オリエントの記述による。一アローラは、 約2735平方メートル。エジプト人は、ヌビアより、南の住民を総称して、ネヘシと呼んだが、このネヘシを黒人と訳すことについては、異論もある。参考文献、ナイルに沈む歴史ヌビア人と古代遺跡参照。この商人は、実際のところ大半が特権を与えられた、シリア人を中心とする外国人に過ぎず、独立した商人層が、 エジプト人の間に確立することはなかった。ただしこの債務奴隷は一定の契約に基づいて定められた機関奴隷となるもので終身奴隷ではない。エジプト中央国の記事内、ドゥアケティの教訓などを参照。古代、オリエントや東地中海において、シリア地方のセム系集団や陰謀語族の集団が活発な移動を見せる一方、 エジプト人は定住性が強くナイル川流域から離れることを嫌った。こうした傾向はナイル川が葬祭儀礼と結びついており、来世を迎えるためにはナイル川のそばに埋葬されなければならないというような観念にも見られ、異教の地で親族が死んだ場合しばしば遺体の回収の仕方が問題となった。例えば、ラムセス三世によって定住地を与えられたリビュア人や、 シリア地方への居住を目認されたペリシテ人など、アメリカの学者ジェームズ・ヘンリー・ブレステッドによる、イアフメス一世は第15王朝の王女ヘルタを高級に迎え、ヒクソスの地位を継承したことを主張した。この時代にアムルと呼ばれた地域は、いわゆるアムル人の故地というわけではない。ありがとうございます。